こんにちは、神崎亮です。今日は友達とクラブバンコクに行くためにプラカノ駅に来てます。こんにちは。こんにちは。お疲れです。じゃあ早速行こっか。Google マップ見たら結構簡単に着いたでしょ。あそこが目印の看板だよ。じゃあ中入ろうか。恥ずかしがんなくていいから中入ろう。こんにちは。リカ。ここで受付でリストバンドもらって、ではめて、で1階のところでご飯とかも食べれるみたいだよ。で最後にこのリストバンドの番号を言えば会計とかもできるんで、めっちゃ便利じゃない。ご飯は今大丈夫だから早速上に行こう。あ、なるほどね。そう、じゃあ行こっか。まずはこのカウンターでタオルもらって、で濡れたらいくらでも交換できるみたいだからめっちゃ便利だよね。じゃあ着替えよう。じゃあ行こっか。着替えるからあっち見つけよう。はいはい。シャワーと6階に2箇所あり、あとあっちにマウスウォッシュもあるよ。青いやつ。3階には小さいジムがあって、セクシーに鍛えたいときはここで鍛えればいいよ。であっちに特別な部屋があって、あそこでイベントとかするみたいな。でイベントとかは公式のホームページをチェックしてもらえれば分かるよ。ここは4階と5階になってて、アダルトファンタジーの部屋でなってます。遊びたいときはここに来れば大丈夫だよ。じゃあ中行こっか。でここは鏡の部屋になってる。で結構外からもこう見えるみたいなんで、めっちゃエロい部屋かなって思うけどね。じゃあこっち、結構薄暗いけど、ここはボクシングの部屋で、毎日8時にイベントがあるからちょっと遊びに来てみて。じゃあ次ちょっとこっちに。ここは2段ベッドとあっちに個室があるんだよね。で個室とかはもうちょっと気になった人いたら誘ってみてよ。お前を誘ってもいい？え、俺？まずはちょっと5階を案内するよ。ここが5階で、結構ここに立ってると洗濯物に囲まれてるみたいでしょ。でこっちに行くと、マシーズの裏とかに個室があるんだけど、ちょっと覗いてみようよ。じゃあちょっとやって疲れたから6階の風呂入りに行こうよ。でお前すごい汗かいてるから先シャワー浴びてな。はい、行こうか。じゃあ一緒に入ろうね。